バトマスジョニーです。今日もみんなの教えに火をつけちゃうぞ。やってきました。はい、相変わらず大阪に滞在してるんですけども、今回ですね、日本一のスラム街西成愛林地区に来てます。ここはですね、日本一日雇い労働者が多いということで有名な地区なんですけれども、数年前に暴動が起こった危険な地域らしいんですけど、まあ今は多分だいぶ、治安は良くなってきたかなと思うんですけれども、まあちょっとどういう動画になるかわかんないんですけども、しかもちょっとさっき、まあ1時間ぐらいね、こううるちょうるちょして、やっとカメラ回したんですけど、なんか異次元というか、ここ日本なのかっていうぐらい、ちょっとね、久しぶりにこの動画撮影でドキドキしてます。まあ、今回はリアルな愛林地区の現状をお伝えできればなと思います。体当たり取材でいきます。じゃあ行きましょう。レッツゴー。さっきの通りがそこなんですけど、一歩これを角入るとなんかまたちょっと雰囲気が変わってきますけれども、街自体がちょっとね、こう古びてるというかいう感じですけども、こういった何ですかね、キリストのやつですかね。やっぱこういうなんかこう神にすがるんですかね。やっぱ、ね、ないものがあるとすがるんでしょうかね。この奥に公園があると思うんですけれども、日雇い労働者かわかんないですけども、いろんなホームレスの方がいっぱい住んでます。もうなんかやっぱ日本じゃないみたいですけどね。資源ゴミとかをこう回収するんですから、集積所なんですかね。はい、すごいね。あんな感じでこの自転車がいっぱいあります。もう公園が占拠されてますね。こんにちは。携帯です、携帯です。はい、お酒とか飲みます？お酒飲む？お酒、お酒、ジュースがめっちゃ安い。これ全部100円ですよ。100円に、うわ、えげつない。ドリンクがめちゃくちゃ安い。これが西成価格ですか。すごいね。50円、50円ってなかなか見ないですよ。結構飲み屋街が多いね。飲み屋街が。あ、でもこちらも公園ですね。公園がありますけれども、はいはい、すごい。ここもなんかいっぱい人がいますけど、異様な光景ですね。初めて見るとすごいちょっと腰が引けますよ、マジで。路上にこういった感じで、机が並べられてますよ。ここに保育園がありますね。マジか。保育園の向かい側が上ですよ。日払い、寮割、土木解体、片付け清掃と。通行人が山登りに来てた人が、はい、助け船出して、はい、で助かったんです。はい、また、はい。ここは28度やけ。28度。はい、ありがとうございます。ピッケや。はい。はい。いや、ちょっと、なんか会話にならないです。ちょっと、話の節々が飛んでるんですよね。多分、おそらくやっぱあんまりこういう人とこうコミュニケーションを取ってないからゆえの会話が成り立たない感じでしたね。うわ、すごい。うわ、めちゃくちゃ人が座ってますけど。異様な光景ですよ。こんな光景見たことない。
どうやらこの、これはなんかめちゃくちゃこの なんとかセンター、労働者センターっていうんですかね、このところが昔なんか職業なんか仕事を案内する場所だったとだったらしいんですけれども、それがなんか閉鎖になって、今もシャッター閉まっちゃってるんですよ、こんな感じで、はい、でなんかこうここをなんか潰そうみたいな国がしようとしてるんですけども、どうやらね、潰すのはもったいないということで、こんな感じでこのシャッターの前で皆さんこう、寝泊まりして、それを、阻止しようということなんですけど、まあ、抗議みたいな感じですけど、まあ、こう上りが立ってますけど、センターを潰すのはもったいないとか、ありますけども、で奥に、こうやってね、こう窯とかあります、はい、でこの辺でこう炊き出しとかやってるみたいな、なんかあんな感じで、団結会みたいなのをやってるらしい、はい、団結会。さっきの通りが向かい側なんですけど、この線路を挟んでこれ反対側なんですけど、反対側にはこんな綺麗なこのビルが、ビルというかマンションみたいなの建っててね、こうなんか非常にこのなんていうか格差というか、いったものをちょっと感じましたね。あ、安く買って洗濯はこうお金かかるんですか、ね、え、いらないんですかこれ。あ、そうなんですか。へぇ、シャワーも高い。マジですか。シャワーも高い。洗濯泊まる、シェルターは無料なんですかこれ。シェルターも無料や。いいじゃん、シェルター泊まったらいい。泊まったことないの。シェルターないですね。綺麗らしいで、みんなおらんですよ。みんなおったらわあ、騒ぐやつとか、そのあとみんなが一番大事です。今日ももうお仕事終わったんですか。今日は何時間ぐらい働いたんですか。彼は安いけど仕事楽よ。2時間か3時間ぐらい。じゃあ1000円ぐらいとか、3000円ぐらいですか。4、5000円。今日どんな仕事内容だったんですか。草刈りってことだよ。あ、草刈り。いいですね。ちょっと異様な空間ですけど、そこちょっとなんだかんだ1時間ぐらいいたんですけど、あの背筋がちょっと固まったような感覚で、異空間でした。久しぶりだからドキドキしましたけれども、お酒ね、はい、結構顔赤いじゃないですか。ほら見て、コーヒー飲んでるやな。ほら顔赤いですよ。ね、お口ちゃん何を言ってんだ、ね、ごめんね、ほど、ね、お母さん大事にしてね。はい、
え、これ駅か、これ駅か、これ駅なんだ。びっくりした。いろいろ衝撃すぎて言葉が出てこないんですけど、西成やべえ、やべえぞ。はい、てなわけで今回初めて西成のアイリン地区来たんですけれども、まあ、いろんな方と話したりとか、ね、まあ、ちょっと会話にならなかった方もいらっしゃったんですけども、まあ、とにかく酒とタバコがすごかったですね。そのなんか寂しさというか、苦しいとか寒いとか、多分ね、路上で生活していると相当なストレスを抱えていると思うんですよね。多分なんかそういったストレスを紛らわすために、まあ、お酒とタバコをしなんでるのかなと思いました。すんごい飲んでました。もうちょっと道路とかお酒臭かったんですけども、ね、え、なんかそういったところを間近に見て、なんか一日生きるのがすごい大変なんだろうなと、非常にちょっと衝撃的な場所でした。はい、もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter 等々も更新しますんでフォローお願いします。